往来らいりに向かうカジミエシュルボミルスキ。1907年、カジミエシュルボミルスキは、オーストリア・ハンガリー及び、ポーランドの貴族、政治家、外交官。ルボミルスキ家の公、公爵。イエジ、ヘンリク・ルボミルスキ公とその妻のツツリアザ・モイスカ、伯爵夫人の間の次男として生まれた。クラクフ政界では保守派に属し、 1901年から1913年までガリツヤ王国議会の議員を務めガリツヤにおける農業発展と鉄道建設に関わった。1913年より民族主義派の国民民主党に所属した。1918年に成立したポーランド共和国の市民となり、1919年から1921年まで最初の中米ポーランド講師として、 ワシントンに滞在した。帰国後、当園のステファン・リボミルスキの後任として、1921年から1929年まで、ポーランドオリンピック委員会の会長を務めた。また地主組織の監督委員会の委員長も務めた。1902年に、テレサ・ボジツカ・伯爵夫人と結婚し、マニサン男一女の四人の子女を設けた。長女のチェチリア・ルボミルスカは、 ブルボン家のガブリエル王子に嫁いだ。ありがとうございます。